春名町は、高下三山の一つである春名山南六に、広がっていた町である。高崎市への通勤率は24.2%。春名町は2004年4月に、三里町と共に2003年12月に、高崎市、群馬町、新町、倉淵村、吉井町が設置した任意合併協議会に合流し、合併協議が本格化した。その後、吉井町は、 法定合併協議会設置案を否決して、協議から離脱したが、三里町は、住民投票の結果賛成多数となったことを受けて、群馬町、新町、倉淵村とは、別個に高崎市との法定合併協議会を設置した。ご市町村は、同時合併を目指して、協議会を合同で開き、2005年2月8日に、合併協定の調印に至った。一方、春菜町は、 法定合併協議会設置前の2004年7月11日に住民投票を行い、僅差で合併反対が上回る。賛成6、330票反対6、415票、無効212票この結果を受けて、当時の町長であった石井誠一は自立を表明したが、石井町長と合併推進派が多い町議会は対立しており、町議会は 法定合併協議会設置案を可決した。高崎市も三里町と同様、群馬町、新町、倉淵村とは別個に高崎市との法定合併協議会設置案を可決した。しかし、住民投票で勤差とはいえ反対が上回ったことを重視した石井町長は自立の方針を誇示し、合併協議に加わらなかった。これにより春名町は合併推進派と自立派の 住民団体が設立され、それぞれ署名運動などの住民運動を展開した。合併推進派の住民団体、春名町の将来を考える、会自立派の住民団体、春名を開く。会2005年11月には、春名町の将来を考える会が、石井町長に対し、春名を開く会が、町議会に対し、それぞれリコールを請求。しかし、石井町長は、 リコール投票前に辞職し2005年12月25日に行われた町長選挙の結果、石井町長は落選した。富沢祖皇7、956票、石井清一郎665票合併推進派の富沢町長が就任後の2006年1月22日に、春名を開く会が請求した町議会のリコール投票が行われたが、ここでもリコール不成立となり、 高崎市との合併に向けて大きく前進することとなった。賛成4、978票反対6、309票町議会のリコール投票の翌日である2006年1月23日、三里町、群馬町、新町、倉淵村の4町村は高崎市に編入された。その後、2006年2月8日に高崎市と春名町は法定合併協議会を設置し、 合併方式を高崎市への編入、合併期日を同年10月1日に決定し、同年5月8日には高崎市内で合併協定調印式が行われ、松浦幸雄高崎市長と富澤祖宏春名町長が合併協定書に調印した。5月12日の漁師町議会の議決を経て、5月15日には漁師町長が小寺博之群馬県知事に、 配置文豪の申請を行い、6月13日には、群馬県議会も合併を議決、7月13日に総務大臣が官報に告示し、10月1日の高崎市と春名町の合併が正式に決定した。この合併により、倉淵村域は飛び地ではなくなり、群馬軍が消滅した。産業は、かつては、養蚕が盛んであったが、現在は果樹に切り替わっている。また、 太陽誘電の春名工場、NSK ニードルベアリングの春名工場等はあるが、大規模な産業は乏しく、高崎市のベッドタウンという意味合いが強くなっている。高崎食肉センター、群馬県高崎市中、里見町1729設置者群馬県、同和食肉事業共同組合コード0273438355、国内一都市、海外一都市と、姉妹都市提携を結んでいたが、 合併後の高崎市には引き継がれなかった。江戸時代から現在の東久留米市に暮らす人々が春名港を組織し、春名神社に参拝していた縁。1985年、東久留米市より定型打診、姉妹都市定携10周年を記念して、東久留米市役所前に梅となしの木を送った高崎市への合併により、姉妹都市定携は解消したが、 地域間交流は存続している。春名中学校が受け入れた ALT がグランドビュー出身であったことが縁で、1988年度より中学生の交換留学を実施、小学校、編集中学校、編集高等学校、編集なし、梅、プラム、シイタケ、ワカサギ、ありがとうございます。